ニューヨークにいる間、ふるさとの光景が恋しくなったことなんて一度もなかった。ここに暮らす人たちは、他の国に住む人たちと何も変わらないってこと。ねえ、次はどこへ行きたい？このガラクタのせいで約束すっぽかしたの、これで何回目？そもそもお父さんには絶対無理って分かってたし、その上でのこのこ頼みに来た私こそが大バカだったのよ。子供の頃からあいつらと過ごした思い出の全てがここにある。だからこの街は最高なんだ。ここにいる俺たちちょうど6人、絶対に600万揃えてみせます。お前を理解しようともしなかった。今からどっか行こう。よく見てみればきっと分かるはずだ。この街にはいつもありとあらゆる形の愛が溢れてるって。